魚にも耳ってあるの？みんなこんにちは、アテナくんだよ。今日はお魚さんにお話聞いてみたよ。え、僕らに耳や鼻がないかって？確かに外から見て耳は見えないよね。でも僕らにも頭の中に耳の代わりになる部分があるんだ。それでちゃんと水の中の音を聞いているのさ。音が聞こえなきゃ不便だろう。あと僕の体のエラから尻尾にかけて点々とした線があるのが見えるかい？僕らはここで水の流れを感じ取ったり音を聞くことができるんだ。水の流れの変化、水の揺れや水圧って敏感にわかるんだよ。そのおかげで邪魔なものを避けたり仲間にぶつからないで群れで泳ぐことができるんだ。鼻だってちゃんとある。ほら見て、僕の顔には穴が4つあるだろう。口の上に左右2つずつ開いている小さな穴、これが鼻なんだ。どうして4つもあるかって、実は前と後ろの鼻はトンネルのようにつながっているんだ。前の2つの穴から水を吸って、後ろの2つの穴から吐き出す。その時に水に溶け込んだ匂いも嗅いでいるんだ。僕らは匂いで、敵が来た、逃げないと、あっちに餌があるぞ、交尾相手が向こうにいるぞということがわかるんだ。サメは数キロも向こうの血の匂いを嗅ぎつけることができるくらいに鼻がいい。サメは100万倍に薄められたものの匂いを嗅ぐことだってできるんだ。今日のまとめ、魚は脳の中にある内耳と体の横にある側線で音を聞くよ。鼻だってちゃんとあるよ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。